現在12位釜玉アレサヌキ、奇跡の逆転 J2 昇格へ残り12試合全ての試合を勝たなければならないと、釜玉アレサヌキのキックオフでゲームが始まりました。まずパスをつないでいこうという姿勢を見せるのが右から左に攻めるサヌキ。重松つないで佐々木、サイドを変えて荒森シュート、クロスバー、もう一度思い切りのいい荒森のシュートでした。荒森、ここで佐々木がサイドを変えて狙っていましたが、完全にキーパー松本を超えてはいましたが、クロスバーに嫌われました。沖野からのボール、中村落として久富、藤山、中村亮太へ、中村亮太の鋭いクロス、ヘディングシュート入った。昨日がクラブ設立10周年の節目という秋田けど、あ、ここはまた秋田のチャンスになります。沖野が股を抜いて、まだ持っている、ファーサイドには戦いいる、その前中村、追加点秋田。このシーン、ここにドリブラーの和田です。中に選手は4人入ってきました。和田がかわす、前を見て和田のシュート、こぼして入った。秋田に追加点です。これはリーグで4番目に多い数字となっています。ここも大きなサイドチェンジ、コントロール田中がしました。ファーに中村亮太、その中村へのボール、高いボール、ヘディング、中村入った、素晴らしいゴールが生まれた。後半の12分、中村亮太今日2ゴール、中村も狙っていきました。なんとかつないでハンホがうまくターンした、前を向く、久富抜ける、中村の足元、中村シュート、ハットトリック、藤山中を見て田中のクロス、林ポスト、秋田初ゴールはならず、5対0リードは秋田。そのメモリアルマッチ快勝で飾りました秋田、今シーズン2度目の2連勝。